おはようございます。カネさん、これ今から何やるんですか？これからね、運転技能研修です。主になんですか？バックス、L 字？そうですね。某大手バス会社がやっていたやつを丸パクリス。そういうことかな。まあでも運転手さんの技術向上には多分必要というか、まあちょっとやっとくと。やっとくに越したことはないかなってことですよね、きっと。そうだね、やっぱりこれで自分の至らないところを自分でちゃんと分かるっていう、ね、なるほど。あ、ここを気をつけよう、こうやろう。じゃあ初登場の神谷さんです。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。後ろに見えるのが青山さん。多分今日はちょっとまあやっぱできる運転手さんというか、実際あの乗ってるとことかもちょっと撮らせてもらいたいんで。あ、そうです、はい、よろしくお願いします。しっかりお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ちなみに私は朝用意する段階で怪我してきましたので、ちょっとはい、見学というか失礼いたします。あ、じゃあよろしくお願いします。さあ本日の研修内容だいぶ分かりました。後方にあるこの4444というこのバス、こちらを使ってL 字のクランクをまず抜けていきます。こんな感じで、はい、幅が 6.5 メーターの L 字クランクを抜けていって、ガソリンスタンドのところまでつけます。でつけたら今度はバックで戻ってくるというのが今回の研修内容になるみたいです。難しそうですね。ちょっと今日撮らせてもらう運転手の青山さんです。青山さんどうですか、見た感じで余裕そうですか、この L 字で出てってバックするじゃないですか。余裕ではないですね。余裕ではないけど、まあやられるのかなと思うけど、どうなんですかね、やったことないから難しいところ。どうなんですかね、12メーターあるじゃないですか。はいはいはい、12メーターあるから、なんかこうやっぱどうしても気をつけることとかって、まあやっぱりあれですよね、このいっぱいいっぱいで行くってことは結局この高温側によって回っていかなかんもんで、まあ、ケツ振るのと内輪差、まあ、そこだけですよね。重点的に見るのは内輪差とあのケツを、まあ、要は振るもんでオーバーハングと、なるほどな、その2つですかね。その2つ気をつけながらやればいけるんじゃないですか、多分。いやちょっと、結構難しいらしいので、前評判ね、前評判難しいらしいんで、ちょっとまた撮らせてもらいたいと思いますんで。はじめ、
かね。危ない危ない。はい、やりました。はい、じゃあ、運転手さんがすごい苦労されてたやつをちょっと私もやらさせていただけるということなんで、やっていきたいと思います。じゃあカメラマン太田くんよろしくね。はい、お願いします。じゃあ動きます。アクセル動きます。ちょっと俺は全身だけにするわ。いやでもそれでも難しかった。なんか思っとったよりも難しかった。踏んじゃうんだと思った。いやーすごかった。じゃあこっからは花屋さんに変わりましょう、はい、じゃあちょっと花屋さんにバック変わります。花屋さんよろしくお願いします。ディラーは全然違う。花屋さんのバスと全然違う。いや、めっおもろいっすね、でもね。でもあれで踏んじゃうんだっていうのはちょっと感じた。まあまあ攻めたけどね。まあまあ攻めてた。いろんな意味で攻めてたけど、やっぱりどうしてもあれが本当に怖いんだろうか。いや、バスは怖かったね。全身そんな時間かからなかったじゃん。うん、全身そんなかかってないですね。うん、まあ、踏んだ踏んだけど。バックは怖えな。まあ、さっき通ったところをバックすれば。ここが怖い。バスにぶつかってきそうな怖い。コーンないから良かったですね。ここのコーンなくなってるんですよ。ああ。もう邪魔やもんね。おっと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 、やっぱ経理ホークって言ってた。そして1個思った。あの思ったよりちゃんと踏まだ動かんねやね。ああ、そう。なんかもっと小林さんに、ね、羽根さんが勝手に運転してる横で喋る話じゃないけど、俺もっとさ勝手にさ動いてくと思った。バックにしても前進にしても。で加減が難しくてちょっと踏んでガッコンガッコンなってくね。そうです。なるほどね。いや、めっちゃ勉強になった。これは正直言うとこのオートマっていうのがちょっとやっぱネックで、うん、クラッチ調節が一応できればすんなり移動ができるんですけど、オートマだと自動的にやっぱりトルク調節する分、左踏んでます。まあさっき俺が思いっきり踏んでるからね。あれ傘が置いてあるじゃん。なんで？ああ傘を。え、なんで傘が置いてあるんですか？
ちょっと感想を言って。カメラワーク難しかったです。ちょっと待って。あ、こんにちは、中山さん、宮島です。はい、お世話になります。あ、はい、よろしくお願いします。あ、どうぞよろしくお願いします。第3の木曜ですよね。わ、すごい。あ、18だったら多分大丈夫。おー、すごい。いったいった。一発。やば。すごい。わかりました。はい。はい、了解です。はい、失礼します。じゃあエンディングになります。最後にね、乗らせてもらいましたけども、はい、人も見ててどうだった？うん、やっぱりかなり難しいです。あ、なんて言えばいいんだろうな、ちょっとやっぱ進む時の要所要所の見る場所、うん、やはりこうもうギリギリに作ってあるので、もう振りだし、まあケツの振りっていうやつもギリギリに合わせなきゃいけないし、で左のコーナーどこのタイミングでハンドル切ればいいのかとか、やっぱ見てる分でもこのタイミングで切ればいいんじゃないかなって旗から見たら思うんですけど、実際にやってみるという、やってみるとのではやっぱりどこまで頭出したらいいんだろうってなる。確かにね、それこそね、ずっとね、俺もさっき見させてもらってね、やらさせてもらったけど、なんだろう、ここ行きゃいいのにって思うやつをやっちゃうと、あ、こっちダメなんだとか、ね、それこそ、あ、左踏んどるって言われたけど、はい、いや、そんなもんじゃねえのってやっぱ思っちゃったもんね。なんかただやっぱり大きい車を動かすっていうのは難しいなって思うし、あれをそれなし人乗せてやるっていう仕事はやっぱすごい仕事だね。まあちょっと、まあ、こんなこともやってますんで、はい、運転手さん日々、自己検査しながら、はい、お客様に満足していただける運行をしておりますんで、はい、ぜひですね、あの東海特殊観光も利用していただければと思います。ということで今回の、社内の研修の動画としては以上とさせていただきたいと思います。面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、いいねよろしくお願いいたします。ということでお疲れさんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。